10月5日月曜日です。おはようございます。これがアラサー女子のリアルでございます。ただいま夜中の3時ジャスト。これからね、下道を、あらゆる下道を駆使して4時間かけて栃木県鹿沼市へ向かってみたいと思います。その前にね、ちょっとね、もう年が年なんで、ちょっと日焼け止め対策だけねしっかりして、もう朝時間がなさすぎて、いつも髪の毛とかもなんかもうぐちゃぐちゃのままなんですけど、今日はね、下の子がちょっと夜中ぐずぐずで3時間ぐらいしか寝れてません。非常に眠いですね。でも朝8時にもう入場っていう風に伝票の指示がなってるんで、延長が許されないんで気合い入れて走りたいと思います。はい、これで無事に栃木県鹿沼市に到着しました。予定よりね、ちょっとだけ時間かかっちゃったんですけど、途中でお腹痛くなっちゃって、おトイレとか言ってたんであれなんですけど、あとそうですね、今から30分ぐらいは寝れるんで、はい、ちょっと仮眠を取りたいと思います。今こんな感じ、ちょっといろいろ散らかってますけど、じゃじゃん、こんな、ちょっと暗いけどこんな感じになってますね。ちょっと枕がないので、いつもこのね、布団丸めたみたいなの使ってるんですけど、奥はちょっとタオルで隠してありますけど、いろいろなんかあった時のね、お泊まり用具とか乗ってたり、こんな感じでね、全然ね、寝ようと思ったら広いんですよ。幅も十分あるんで、足とかも広げて寝れるような感じにはなっております。わー、もうちょっとね、この上の部分とか片してれば広いんですけど、どうしてもあんま表に荷物を置きたくないっていうのはあるので、168センチの私はこれでもちょうどぐらいですかね。ちょっとまあ、ピンと足とか伸ばしちゃうと窮屈ですけど、まあ全然寝るとき結構丸まって寝るんで、はい、いい感じです。それではしばしおやすみなさい。さすがに今日はね、3時間しか寝てなかったっていうのもあって、ちょっと熊もすごいんだけど、起きるのがねしんどかったですね。はい、いつもね、私みたいなこのズボラな人はもう化粧はめんどくさいからしないんで、もう着いたらひたすら寝る、もう睡眠優先で言ってるんですけどね、まあ女性の
人、まあ、男性もそうなんでしょうけど、マスクがあればね、案外どうにでもなっちゃうもんなんですよね。もうマスクと帽子ほんと大事。髪の毛ぐちゃぐちゃでもね、マスクと帽子があればもうね、どうにかなっちゃうんですよ本当に。で、髪の毛適当にくくって帽子、はい、マスクして、マスクしただけでなんかほら、まあまあ見れなくて、はい、帽子かぶって、はい、完成でーす。ディディー、はい、無事に荷物下ろし終わりました。最近はね、もうね、帽子取るのめんどくさいからダブルでね、このものね、かぶるっていうね、技を編み出しました。荷下ろし終わったんでね、おおお、これ使ってるんですよ。若い人わかるかな。これでね、荷下ろしで下ろしたものをね、入力します。これを入れとくと、会社の日報か出した時に一緒にね出てくるんで、はい、これで無事に荷下ろしシートを入れました。じゃあそんな感じでね、また今から千葉県までロングドライブで入りたいと思います。はい、無事にね、今ね、市原まで、千葉県市原市まで戻ってきました。でね、道混んでなくてね、いつもよりか早く帰れた、戻ってこれたんで、30分ぐらいね寝ようかなと思います。2時ぐらいまで寝てもバチが当たらないかなと思ってね。このあと事件は起こったのだった。はい、皆さんお疲れ様。30分寝たのがね、あだになり、ただいま時刻が6時15分でございます。今日は3時、夜中の3時に車庫を出て、そうですね、うん、かなりいい時間働っちゃったみたいですね。この30分ね、ほんと寝ただけって思ったんですけどね、この30分があだになってしまいました。愛する子供がお家で待ってるので帰ろうと思います。まあこんなのが私の一日っていう感じですね。まあまあ稀にこういう日もあるけど、基本的にここまで遅くならないっていうか、そんなハードな拘束時間じゃないんですけど、まあ、こんな走りっぱなしなのが加山助のリアルでした。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。